Ceiling fan blowing cold breeze on your body. I can't tell you really what it is, but you got it. Make up in the morning, you got dresses in your closet. But you grab them tights, you in love with being modest. You a mood, body giving scenic views. I'm just saying I'm amused. But you ain't even flexing. And you cool, tatted up, cover wounds. Different vibe, you know, improved. But you ain't even flexing.悩んでるのはここね。そうなんですよ。パパさんが悩んでる。助けてください。これにしたら今日揃うってこと。今日揃うでんけど、うん、でもそれにするなら、しょみちょっとデバイスワークスのコラボのやつにしたいなって。はいはいはい。悩みどころがいっぱいある。悩むな。考えます。考えた方がいいな、これは。ここ見て、素敵なポスターあるよ。これポスターさ、いろいろあるけど、めっちゃ贅沢すぎるポスターじゃない？2万すんねすごい、これ木で、この中にガラス貼ってあんねんけど、模様が、これ木でなんていうの、これ削られてるというか形作られてるから、すごいいろんな種類あって、でもさ、これコースターで使うめっちゃもったいなくない？風林火山って書いてる。でも一気にサイトが高級になると、職人さんの魂が込められてんね怖いわ、手に持つんが怖いブルックリンワークスも置いてる。さっき茹でたやつですね、うん、椅子はないけどこういうジャブ系置いてる。すごいな、黒かっこよくない？かっこいい。これ水入れたらめっちゃ重なっちゃう今でも重いな、うん、すごい、コロニスタってテーブルもあるの知ってた？あるっすよ。すごい、初めて見たんやけど。ここの、これ真鍮かな、このなみなみの感じがめっちゃ可愛いんだけど。真鍮やと思う、値段的に。やんの、メッキとかやったら安いんかな。そう、でも800円。真鍮でしょ。真鍮やんな。ピッカピカに磨いてるけど、うん、荒削りな感じが、反射がめっちゃ綺麗。すごい、初めて見た。知ってる人？それも見取り図の YouTube 見てるやつしか知らんから。ジャングルだ。見取り図ファンだけか。いや、ちょっとやってみたかっただけ。ごめん。サングラス見たら異様にこう。こうですね。ちょっと見てこれ。ガンカスタムあったで。これも珍しくない？今日ミリタリー好きにはもうたまらんのですよ、これは。らしいな、はい、あの子も言っとったもんな、好きな人はめっちゃ好きや言うて。ミリタリー好きにはもうたまらんのですよ。ガンカスタムっていうのはやっぱりこの辺がピストルっぽいってこと？ピストルっぽいね。へえー、すごいよな。銃の悪魔やなこれ。すごい。ガンカスタム。ガンカスタムはね、見るだけで十分かな。でもなんか昔ようなんかガンフィンガーやってパオ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 やってなかった？やってましたね、ガンフィンガー。ああ、フェスでね。うん。好きやったな。ガン好きなんだなと。ちゃう。あれはね、別に好きなわけじゃない。はい、これ外の何だっけ？リミテッドエディション。
何グレーやったかな、なんかアイスグレーやったかな、なんかそのカスタムがグレーっぽいやつです。どうですかパパさん。パパさんはあの黒い話です。真っ黒派やもんね。でもここも黒いですね。そうそう、そこは黒なの、うん、なんかそう光るね、うん、かっこいい。これ外したら黒なんですね。限定ですよね、これ限定です。リミテッドエディションなんで、まだありますよ、フォトキャンプさんに。あります、あります。こっちにもベントラックスコーナーあるよ。ベントラックス結構揃ってる。がっつりベントラックスさん、がっつり。こっちもやし、せっかくも買おうと思ってたやつやる、入れ物頼んでないから。焚き火トングの入れ物、焚き火トングも今やったら在庫あります。これすぐ売り切るからな。これはあるんですか、焚き火サイダーテーブル。これのあ、あ、うん、え、違うわ、あるんかな。でもあの、その箱っぽいのはない。あの在庫は店頭にて確認してください。これさ、韓国でさ、ちょっと似たような見つけてんけど、神戸屋のやつですよね。うん、買えばよかったって今。本当に何してんですかよ、なんか悔しいです。何しに韓国行ったのかなって思ってました。もっと勉強してから行く、次は勉強します。バズライトイヤーあるよ、バズライトイヤーあるよ、ポテトヘッドも。こういうキャンプ用品店でキッズスペースって珍しくない？めっちゃいいよな。アルペンアウトドアぐらい。あー、アルペンアウトドアもあんな。でもこういうさ、そういうセレクトショップ系ね、うん、珍しいよな。すごい、バズライトイヤーおんねん。すげー、こういうのやっぱファミリーキャンパーにはすごい嬉しいですよね。嬉しい。ちょっと牽引される店とかもあったりなかったり、聞いたりらしいからね。これはいいと思います。これはいい、すごい素晴らしい、素晴らしいよね。これかっこいいな、スタンダードなフェデカ、あまり難しくない、めっちゃかっこいい。ほら、ちょっと高級感あるやつ、うん、これはあれかな、殴りってやるやつですか。あ、それ殴りのあれですか、うん、ちょっとわかんないです。すごいフェデカコーナー、バトニングカジ、あ、バトニング、これでも私怖いね。ママさんはね、バドリングせえへんはいいっすよ。怖いんですもん、刃物が怖いんです。くさび買いなさい。くさび買う、うん、くさび買うのブラックスミスのあれがいいと思う。見て、コマビトも結構置いてる。これでご飯食べたいな。うん、贅沢すぎるちゃう、うん、どんぶり系めっちゃ可愛い。そのアビット、これすごいな、2枚入りで。それのね、インキューザワイルドって書いてある、うん、あのドーバーチェーバーですけど、おそれが欲しくて、おめっちゃ高いですよ。あ、高いの、売ってなくて、メルカリで、お、大体3万円だよ。高っ、すごいな。それって転売価格ですか。多分そうやと思います。あ、すごい。じゃあこちらナトゥーラの BFF がこのアンバーとネジとマグネット付きで6600円で売ってる。これやばいよ、シェードもあるし。そうなんですよ、シェードちょっと悩んでて、シェードかっこいいよな。
それとその2種類ちょっとでこの BFF だけシェード持ってなくて、確かにないもんな。そうで、ここ来たらさ、あったから、うわっと思ったけど最初どっちにすんのよかな。そうそうやんな。どうですか、ね、うん、でもうちらのサイトにはやっぱりこっちかなって思うねんけど。ですよね。まあ、こっちはこっちでかっこいいんで。そうですな。うん、かわいい。どっちでもいいと思うけど。ちょっと悩ましてくれ。あと迷彩もあるけど。まあでもブラックキャンパーやからな。になりたい。ブラックキャンパーではない。ブラックキャンパーになりたい。なりたい人やもんな。ちょっとずつね。ちょっとずつな。これも悩みどころやな。これ灯油入れるやつやねんけど。パックらしいね。めっちゃ怖い。ここでな、しっかりネジやから。こっからさ、灯油入れるから上後とかいらんよな。これ何リットル入るのかな。あ、2.5 リットル入る。ちょうどよくない。いいっすね。あれっすもんね、連泊とかするときに、うちあのホームセンターのじゃあこれかなと。だからこういうキャンプすると欲しかったんですよね。そうやな、まあ、全然持ち運んで釣り出すときにもいいんだけど、そのレイアウトとして外に出せない。確かに。あ、いいっすね、これ。これいいよな。これ3色あります。で、ランタンもすごいバリエーションが揃ってる。ナトゥーラもあるし。で、もういかついコーナー。ネイルデザインやったで。ネイルデザインってさ、こんなに揃ってるの見たことある？いや、ないんですよ。ないよな。これとかさ、インスタで結構見るけど。あ、見ますね。うん、実物見たの初めてやね。なんかダルトとか見てますね。あ、質感がなんかね。うんうん。示せないよって言われる。ちゃんと保冷ついてんね。これお弁当入れる。お弁当入れちゃうかな。また言われない。一点ちゃうぞ。贅沢やん、もう。もう一気にね。ほら、ネルデザインのステッカーかっこいいな。いいっすよね。欲しかったんすよ。シロラスイッチやで。やめて、モラスイッチとか。ネルデザイン持ってないんですよ。持ってないんです。それなんか、ステッカーのものとか売ってないんですよ。誰が言うの。フォトキャンプさんのあのロゴ入りのオリジナル商品が結構あって、ハングバーガーとかめっちゃ可愛い。その違ったバージョンがこれ、フォトキャンプ渋くなったけど、アソマタスさんとコラボ。あ、軽っ。ホーロー、ホーローマグかわいいな。はい、シェラカップもある。やっぱりあるっすよね、シェラカップ。シェラカップあるよな。どうでしたか。やばい、やばかったな。また新たな沼というか増えてしまったな、雪の中の。最近増えちゃいますよね。増えたな。ちょっとどうしようかな。どんどんなんか新しいのあるから、ほんまにその都度その都度見て、ほんまにいいもん選んでいこうかなって思う。ほんまにあのガレージブランドが結構豊富に置いてるから、やっぱりそっちの人と被らへんのが好きな人。いや、めちゃくちゃいい、めっちゃいいと思う。ドンピシャでハマったと思う。
でもこれからキャンプ始める人です。うん、全然そろえられるし、ほんまにそのワットノートさんとかあるからさ、スタンダードな感じのギアもいっぱいあったから、でいろんな人が楽しめるショップやと思う。はい、じゃあ今回の動画はこれで終わります。じゃあ買いましょうか。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。But you ain't even flexing.